東急初代五線形、通称青ガエル。1954年に登場した電車で、東急では1986年まで使用され、その後は地方私鉄に譲渡された車両が2016年まで活躍しました。航空機由来の技術であるモノコック構造の軽量車体を採用するなど、当時の先進的な技術を採用した名車です。愛嬌のある外観などから現在に至るまで人気があり、複数の車両が保存されているほか、実物大ビートレにされて渋谷駅前に飾られたり、東横線でそっくりさんが走ったりするなど、今なお親しまれている車両であり、東急の歴史を語る上で欠くことのできない車両の一つです。しかし、この車両が当時東急が抱いていたとある壮大な野望のもとに生まれた車両であることはあまり知られていません。今回は時代を40年先取りすることを夢見たカエルのお話。東横線の急行運転は1935年に始まりました。その後の戦争、戦後の混乱などにより休廃止や復活を繰り返しますが、1955年に復活して以降は廃止されることなく現在に至ります。1955年に復活した急行の停車駅は渋谷、学芸大学、自由が丘、田園調布、武蔵小杉、日吉、綱島、菊名、横浜、桜木町が基本でした。基本とわざわざ行ったのは一部例外があったからです。その例外とは、朝ラッシュ時、朝ラッシュ時の急行は菊名から桜木町までは各駅に停車していました。これは当時高島町と桜木町の間が単線であったからです。横浜市を5年間かけて解き伏せて、道路の上に張り出す高架橋を建設し、この区間の複線化が完成したのは1956年10月。これにより東横線の急行は終日全区間にわたって急行運転を行うようになりました。東急の社史、東京急行電鉄50年史では、最も急行列車の運転を必要とする長官混雑時に、急行列車は菊名、桜木町間の各駅に停車せざるを得なかった。従来、長官混雑時における渋谷、桜木町間の急行列車は菊名、桜木町間の各駅に停車する変則運転を行わざるを得なかったが、複線化によって横浜駅のみを停車駅とする終日の正常な急行列車の運転が可能となり、同時に渋谷、桜木町間の急行列車運転時分は従来の40分から37分に短縮と言及されており、複線化の効果として所要時間の短縮が大きく謳われています。ちなみに東横線においては、この時から今に至るまで優等列車を末端部で各駅に停車させ、各駅停車の代替とする停車駅設定を長らく行っておらず、隠れた伝統のようになっています。このように東急は所要時間短縮へのこだわりが強く、実は速達化には積極的な DNA を持っているということを頭の片隅に置いていただいたところで、青ガエルに関する野望の話に参ります。さて、急行復活から終日運転、そして朝ラッシュ時の変則的な末端確定運転の解消へと進んできた東横線の急行。この時代の東横線急行は渋谷、桜木町間を34分で結んでいました。しかし、青ガエルこと五線形のポテンシャルはまだまだこんなものではなかったのです。この時代に東急が抱いていた野心的な計画、それは自由が丘と妙蓮寺に対比線を増設して東横線において特急運転を行うことでした。当時の東横線の最高速度は時速90キロ、しかし青ガエルこと五線形の設計最高速度は時速105キロとスピードアップを見越したものでした。この車両の性能について、東急の車内資料においても、東横線における運用としては、各駅停車においても現在の運転時間を相当短縮し得るとともに、急行運転に使用して最高時速 100km 以上を出して渋谷、桜木町間を28分くらいで運転し得る性能のものであると記載されています。
これに加え、青ガエルの登場にあたって東急が発行した資料には、この電車は最高時速 105km、 渋谷、桜木町間を25、6分間で運転することが可能、東京急行の名称にふさわしい高速電車を運転いたす予定と記されています。また東急 OB で東急に関する著作を多数発表した宮田道和氏の回想の東京急行1において、所要時間25分の特急運転の計画が語られています。そう、当時の最新車両である青ガエルは東横線の特急電車として使用される計画だったのです。東横線の特急運転は2001年に JR 東日本が運行を開始した湘南新宿ラインに対抗するためのものという認識が広く浸透しているように見受けられます。しかし、そのはるか昔、昭和30年代にはすでに東横線における特急運転の計画は存在したのです。はるか昔に東横特急の計画が存在したことは意外に思われるかもしれませんが、東京急行の名称にふさわしい高速電車と謳うほど速達化には積極的な東急のこと、あまり不自然な話でもないと言えるでしょう。そんな昭和30年代の東横特急計画ですが、実現することはありませんでした。高度経済成長の時代、沿線人口は急増を続け、沿線の需要への対応の方が優先度が高くなったのでしょう。東横線は当時すでに過密ダイヤであったと言われており、また1964年8月からは営団地下鉄日比谷線との直通運転も開始され、東横線単独のダイヤ編成は困難となるなど、ダイヤの制約が非常に厳しかったことが昭和30年代の東横特急計画が実現しなかった理由であると思われます。特急運転ばかりか、急行電車のスピードアップも長らく停滞することとなり、青ガエルは持ち前の高性能を発揮することができぬまま東横線を去ることになったのです。しかし、一度は特急運転の計画が立ち消えになっても、東横線の速達化への投資は続きました。青ガエルが登場した時点では、東横線の待避設備は元住吉と日吉にしかありませんでしたが、1959年には自由が丘に、1972年には菊名に待避設備が増設されました。さらに時は下り、1997年には東横線の渋谷、菊名間の保安装置として ATC を導入し、これにより最高速度が時速110キロに引き上げられました。90年代に行われた副線化工事の際には、玉川園駅付近の急カーブが緩和されました。21世紀になり、こうした積年の投資が実り、東横線は青ガエルが夢見たスピードアップを成し遂げるのです。というわけで、今回は青ガエルこと東急初代五線系と昭和30年代の東横特急計画について語ってきました。次回動画では、時は飛んで21世紀、青ガエルの形式とともにスピードアップの夢をも受け継ぎ、東横線の歴代最速記録を作った車両のお話、